スノーマンがミュージック DVD、BD ランキング初の1位期間内売上70万枚超え。スノーマンのスノーマンライブツアー2022ラボがオリコン年間ランキング2023の音楽映像作品の DVD とブルーレイディスク BD の期間内売上枚数をまとめたミュージック DVD、BD ランキングオリコン調べで初の1位に輝いたことが18日明らかになった。22年に行われた全国8都市35公演のアリーナツアー、スノーマンライブツアー2022ラボの様子を収めた映像作品で、期間内売上77.5万枚超えを記録した。同ランキング1位の作品が期間内売上70万枚を超えるのは嵐、安室奈美恵さんに続き、史上3組目となった。また、BD 作品の期間内売上枚数をまとめた年間 BD ランキングでも自身初の1位を獲得している。ラウール20は本当に嬉しいですし、やっぱりファンの皆さんに感謝を伝えたいなと思います。ありがとうございます、とコメント。来年の目標について、目黒蓮26は、たくさんの方に見ていただけて嬉しかったので、来年もたくさんの方に見てもらえるようなライブが作れたらなと思います。